まさかこれほどとは。どうした異形、我らを人のこと侮ったか。我ら誇り高き竜の騎士、今だお前たち続け。俺が奴を足止めする。パーシバル、ランスロット、あとは頼んだぞ。任せろ。子孫じるなよ、ベイン。不完全な限界で力が。この後に及んで言い訳か。笑わせるな。この俺が格の違いを教えてやろう。いいな、奴らの力、これは。行くぞパーシバル。来い、ランスロット。いつか万の軍勢が空を覆うことになるぞ。おい、このままじゃ生き埋めになっちまうぜ。皆さん、早くここから逃げましょう。陛下、こちらへ。ジークフリート、これは一体。危ねえ、早いとこ辛かろうぜ。待て、まだガレスが残っている。あそこだ。イザベラ様、少しお疲れでしょ。そろそろ私たちも休みましょう。さあ、こちらです、イザベラ様。さあ、逃がすか。なんじゃ、それ以上危ないってば。ランスロット、今は陛下を連れてここを脱出するのが先決だ。急げ、もう長くは持たんぞ。おい、お前たち、安堵している暇などないぞ。ガレスによると、オートには今ウェールズ家の軍隊が迫っているそうだ。どういうことだ。詳細はわからん。だが奴があの場で嘘をつくとも思えん。何か早く手を打たねば。待て、それなら心配には及ばん。たった一人で、あの軍を相手にしたというのか。ああ。だが一時的な時間稼ぎに過ぎ。早急に、王都の防備を固める必要がある。呆れた奴だ。一人で軍を退けるなど、もはや人の域を超えている。うわあ、すっげえ。やっぱジークフリートさんは俺たちのヒーローだぜ。
どうしたんだよランちゃん、なんか浮かない顔して。まだ何か心配事でも？いや、今回もジークフリートさんがいなかったらと思うとな。何を言う、王都の一件はお前たちがいなければどうにもならなかった。成長したなお前たち。はい。よし、そうと決まれば早いとこ王都を立て直そうぜ。はい、私たちにも何か手伝わせてください。おや、オイラたちでよかったら協力するぜ。この度の騒動はイザベラと白竜騎士団のガレスによってもたらされた謀反だ。わしの至らなさによってまたもや王都に混乱を招いてしまい、心より申し訳なく思っている。そんなカール様は悪くありません。悪いのはそのイザベラとガレスです。カール様、どうかお顔を上げてください。ありがとう皆の者。聞けば町中に魔物が跋扈するにもかかわらず、皆の冷静な対応によって被害は最小限に抑えられたそうだな。わしはそんな皆のことを誇りに思う。貴殿に問いたい。この惨状を前にしてもまだ自分が王にふさわしいと、王が王たる条件とはいかように考える？おいパーシバル。よいよいランスロット、下がっておれ。そうだな、王とは一国の支配者、人々の上に立つがゆえに孤独、確たる理想を胸に抱き鋼の意志で民を導く者と、そんな王に憧れたこともあった。それで言うと、残念ながらわしは王としては失格だな。ではなぜ自らを無能と知りつつ王の座に居座る？いいや、カール様はいつも俺たちのことを一番に考えてくれた立派な王様だ。そうです、私たちはみんなあなたの作るこの国を愛しています。ありがとう、こんな情けない王を慕ってくれて。パーシバル、確かに私は無能だ。先代に比べると我ながら情けなくなる。だがそれでも国民がわしを王と認めてくれる限りは王としての任を果たしたい。我が親愛なる家族たちよ、それでもわしと一緒に再び国を起こしてくれるか。国王が甘ければ、それを慕う国民もまた同じということか。オイラは見直したぜ、
ちょっと頼りないけど立派な王様じゃねえか。はい、なんだかみんなのお父さんって感じで私はいいなって思いました。どうした、王都を見下ろして感傷に浸っていたのか。ジークフリート、いや、先ほどの演説を聞いて王の在り方は一つではないと考えていてな。お前らしくもない。国とはすなわち国民のこと。国民がこの国を愛している限り、フェードラッヘの灯火は決して耐えることはないのだろうな。お前の旅も無駄ではなかったようだな、ジークフリート。最後まで信じられずにすまなかった。問題ない。何の因果か、昔の仲間が再びこうして集まった。それだけで十分だ。で、お前はこの先どうする。今回の一件に我がウェールズ家が関わっていると知っては捨ておけん。ここまで俺をコケにしたんだ。俺は俺でケリをつけるつもりだ。そうか、何かあったら言ってくれ、俺も協力しよう。まあ貴様らを使って新しい国を作るのも悪くない。おいおい、なんだなんだ、二人で内緒話か。うるさい奴が来た。まったく、貴様は打鍵のように落ち着きがないな。ワンワンワン、ノックル。何の真似だ。打鍵で結構コケコッコ。結構毛だらけ猫灰だらけ。ランスロット、こいつの気功をやめさせろ。お前が焦るのは珍しいな、パーシバル。なんかさ、俺分かっちゃったんだよね。パーさんがこう、とりあえず挨拶代わりに皮肉を言っちゃう性格だって。貴様、パーさんなどと気安く呼ぶな。なんでさ、可愛いじゃん、パーさん。確かになんか可愛いかもです、パーさん。だろだろ、さすがルリア、わかってらっしゃる。ふざけるな、この打鍵が。訂正しろ、今すぐ。わぁ、今ジークフリートも笑ったぞ。ほらほら、パーさん呼びになってぐんと親しみやすくなったよ。よかろう、俺をそこまで愚弄するとは。どうやら死に急ぎたいらしいな。うわ、やっぱパーさんが切れた。そこを動くなよ、ダケン。一瞬で楽にしてやろう。ごめんごめん、ほんの冗談だって。わかった、それが貴様の遺言でいいんだな。許してください、パーシバル様。ウェールズ家の動向を